はい、どうもです。ダイソー大好き親父でございます。今日はね、ダイソーに行きまして、初めてじゃないんですけど、もう何年ぶりかのダイソーかな。最近はね、何店舗かダイソーを回ってまして、あるものをね、探してたりもしてたので、あとは新しいものであるとかね、お店によって取り扱ってたり、まあ品切れてたりっていうのもあるんですけど、まあ新しいところに行けば新しい発見もあるんじゃないかなというところでね、今回は、別のダイソーに行ってきました。金額でね、1540円もね、ちょっと使っちゃいましたけども、今回はね、100円だけでなく、まあ300円とかね、そういったものも購入してきてるので、そこまでね、ちょっと金額いってしまったんですけどもね、今回はね、ちょっと光り物をメインで購入してるので、光らないものからちょっとね、紹介していこうと思います。まずはね、こちら行こうか。ダダン。アルカリ乾電池ですね。炭酸。うん。これをちょっと使うものがあったんでね。電池あるんだけども、ひょっとしたらもう使えないかもしれないので、新しいのちょっと買ってきました。電池さ、同じ炭酸でアルカリでもさ、いろんな種類があってさ、いろんな種類っていうか、いろんな色、うん、何がいいのかね、ちょっと私分かってないんですけどもね、うん、とりあえず、なんか5個入りのこれ買ってきました。続きましてがね、こちらでございます。ただん。お財布なんです。うん。こちらね、330円。これ実は探してるものの一つで、今これ紺色なんですけど、これを今使ってるんですね。私もね、使い勝手が良ければね、値段なんてどうでもいいので。で、これを使ってるんですけど、ここがさ、やっぱり100円なのかね。割と早い段階で取れちゃって。でも、2年いかないぐらいはちょっと使ってるのかな。うん。でもね、結構カードもね、入りますしね。うん、すごい使い勝手が良くて、もう早い段階でね、なんかもうなくなってきてたから、ずっと探してたのよ。でもね、これが見つかることもなく、で、つい最近ね、もうリニューアルしたような、もうこれじゃないタイプのね、ちょっと安っぽい、お値段は300円とか言ってるのに安っぽいね、財布がね、売り出されたりしてね、もうないのかなと思っててね、これをちょっと探してたんですけどね、今回ね、これと、ほい、もう一個、この黒いやつね、一個ずつあったのよ。うん、やっぱり安いからさ、壊れてしまう可能性はあるんでね、あるうちにちょっと買っとこうかなと思って。これ1年でもし壊れたとしたってさ、コスパいいでしょ。うん、あ、どんどん後ろに行っちゃって。で、続きましてはね、光らないやつ、これだね。ほい、ね、会社のパートさんのね、誕生日プレゼント、まだね、もう少しクリスマスあるんですけども、クリスマスもまあ近い12月ということでね、なんかたまには面白いの入れようかなと思って、これダイソーで買ったんですけど、メロディーカードね。これさ、これって開けて、なんか中にかける、例えばメリークリスマスとか中にかけるやつかな。私こういうの買ったことなくてさ、このまま渡そうと思ってるんだけど、まあでもこのまま渡してもいいかな。でさ、老眼であんまり見えなかったんだけど、買う前にさ、動くかどうか見てくださいって言っててさ、全然チェックしないで買っちゃったんですけど、ちょっと押してみますね。ここにプッシュっていうのがあるんでね。なんかいろいろ混ざってるね、クリスマスのとかね。あ、結構長いよ。これで見ると、ほら、3曲メドレーって書いてるんだけどね。うん。そっか、メドレーだからね、いろいろ混ざったやつなのかな。だから、わかんないからもうこのまま開けちゃおうかなと思って。でもこれ100円だからいいでしょ。クリスマスっぽいしさ。いろいろデザインもあったんでね。うん、これがちょっとね、私、いい感じだったんで買ってきました。で、この後がちょっと光り物だね。うん。まずこれいこうか。こちら220円なんですけど、
ちょっと一回スルーしたのよ。でもなんか気になっちゃってさ、なんか光るらしいのね、書いたものが。これちょっと面白いかな。で、USB で電源取れるから、割と使い勝手いいかなと思って購入したのよ。結構大きいサイズよ。たださ、これ買ってから気づいたんだけど、まあ、蛍光マーカーで書いた文字が光る。何回でも書き直し OK ってことでね。蛍光のマーカーついてると思ったら、ここにね、蛍光マーカーは付属してありません。別にお買い求めくださいってことが書いてあるから、ちょっと待って。老眼鏡せっかくかけてんだから、頭の上に置きっぱなしだったわ。水性蛍光マーカーね。これで見ると黄色で書くのかな。で、とりあえずさ、マーカーがないからさ、家にあったさ、30年前ぐらいのさ、さっきちょっと試し書きしたら薄いけど一応写るから、これでちょっとやってみようと。ちょっと一回開けるね。テープで止まっていくかな。中敷きじゃねえな。これがひ、いや、これは光んないだろう。これで見ると、このクリアのやつだもんね。光りそうなのか。ちょっと待って、これが光るの？これが光るの？クリアボードって書いてるよ。ちょっと待って。あ、違う。これ、シールがついてるんだ。木の板出てきたかと思ったわ。で、これね。で、USB。長さどんなもんだろう。そんな長くはなさそうだけど。どうなってんの？もうちょっと開けちゃおう。はい、このぐらいの長さ。まあ、卓上で使ったりとかする分には全然いい長さかなと思います。とりあえずね、光らせるのを後にしますんで、一回溶かしますね。あ、これも電池いるんじゃない？あ、これ、いや、これ USB だから買ったって言ったのにね。で、続きましてね、こちら。これ100円なのよ。何？シューティング。シューティングって書いてる。ライト。撮影用ライト。これ三脚にセットしてね、三脚は別売りなのよ。でもこれは買うとき気づいたわ。で、家にね、前使ってた三脚の残りがあったからさ。あ、これもあれだ、これだけだ。これがオンオフだね。結構安っぽいな、随分軽い。よいしょ。で、ここ単三入れるから。単三電池は買ったってこと。ここはちゃんと4だ。結構これ安っぽいよ。まあ、100円だからな。100円な。そりゃそうよ。100円なんだからさ。何にお前は期待してるんだっつうね。これどういうこと？ちょっと待って。次行きます。これ逆に入れようとしてたわ。そりゃ入らないね。これもちょっと後でまとめてね、暗くしてからやります。で、続きましてがこれ。これ最後なんだけど、これも330円で高いんだけど、テープライト。LED のピンク。前回ね、すっごいこれ買ったのね、前回。めっちゃ良くてさ。今日行ったところは全部で4種類あった。青、ピンク、で、白と、ちょっと黄色みがかった白と4種類あって、長さがね、3メートルか2メートルかなんかのが550円っていうのも、まあ2種類ぐらいあったんだけど、ちょっとね、ムーディーにね、ピンク色にしてみましたんでね、ちょっとこれをね、やっていこうと思います。結構行ったからちょっと後編作るか。そしたらね、この後、光り物をね、ちょっと試す。別にちょっと動画撮りますんで、もしよろしければ見ていただければと思います。それでは、バイバイ。